ちょっとお腹すいたな。あ、モブ、悪いけど、すぐ来てくれるか。いや、マジでマジで。悪霊いるんだって。お客さんと悪霊ももう待ってるから、早めにな。じゃ、わかりました。すぐ行きます。この土地は昔ゴキブリに驚いてジャンプしたら天井に頭が刺さって死んだ男の霊が出ると言われてるんです。お前よく信じるよな。なるほど、ここはそういうことか。なんだ急にマジな顔に。事態によっては私でも手に負えない可能性がある。危険すぎる。ゴキブリ怖え。うわこいつ絶対霊能力者じゃねえ。確実に偽物だ。呪いで天井を突き破ってやろうか。いやー夢で突っ突きしてくる人と同じよ。まさかマジで出るとは。俺に任せろ。食煙を激しく撒き散らす霊源の必殺技である。スーパーで売ってる食煙じゃねえか。極めた塩じゃねえと聞かねえよ。バカな。霊が塩に弱いというのは俺の思い込みだったのか。まあ塩で溶けないんじゃ仕方ない。最終兵器を呼ぶか。食煙の次は中学生か。あなたを傷つけたくないので消えてくれませんか。バカにするの。師匠、いきなり呼び出すのをやめてくださいって。悪いモブ、緊急だったんだよ。さっきはびっくりしたな。たださっきのは本当に低級なやつでしたよ。あれくらいなら。
バカお前、俺くらいになると強すぎて簡単な除霊作業だと周りの人まで溶かしちゃうの。だから弱いのはお前に頼むんだよ。本当ですか？溶けるの意味もよくわかりませんし。バカモブ、お前そりゃ修行が足りないからだよ。きっちり学べよ、この師匠からね。わかりました、師匠。Thank you.
に向けちゃダメだよ。モテねえよ、モテねえよ。終わりました。モテねえよ、終わりました。人に向けちゃダメだよ。